そうなんですね。まあ、今7月入りまして、まあ、旬といえば相当な旬なんですね。なかなかの。でですね、今日は限定30食って書いてあるこちらのメニュー、こちらのね、ウニ定食に決めました。相方と一緒にちょっと2食限定の、注文したんで、残り多分28食かなというね。この料理がこちら、素晴らしいですね、これ。まあ、これはいわゆるノナというウニで、トゲの長い方のウニですね、紫ウニ、ね、紫ウニ、まあ、綺麗な色してますよね。こちらがね、殻に入ってるウニという、なんか水揚げがまだされてないところで、こういうふうな形で出てきました。まあ、どれをとっても、まあ、美味しそうですけど、関西ハンターなんかへ、実は、そこまでウニは好きじゃないんですよ。ものすごいウニってカロリー高いんです。まあ、卵ですもんね、卵ですからね、高いじゃ高いですね。まあ、カロリー高いイコール美味しいっていうのは間違いないんですね。ね、こういうところでね、漁師さんがね、こうね、ウニを取ってるということですよ、一生懸命。そういうウニ一つをこうね、また加工外してね、素晴らしい、美味しそう。本当にこういうのをね、こんだけも豪快に入れちゃえば、ウニ汁の方が好きですもん。ウニ汁の方が好きです。いろいろ貝とかベビーホタル美味しそうですね。ではいただきたいと思います。まあ、美味しいは美味しいですね。すごい美味しいのは間違いないです。皆さん、北海道遊びに来た際はリンコーさん、おすすめです。シャコタン。